世界帰るいびくわれ協会の虫です。おっとっとっと、こちらにいるのは僕がね飼育している中でもトップクラスに大きいカエルです。種類はアズマヒキガエルで、主に東日本の方にね多く生息している国産のヒキガエルです。中でもこの子はね体が赤くなるタイプ、まあ、基本的に茶色い子が多いんですが、まあ、この子はねちょっと珍しい赤色のタイプですね。ごく稀にねこういった子も生まれてきます。多くのカエルはオスよりメスの方が大きくなる傾向があります。このアズマヒキガエルはメスです。もう僕のね手のひらに収まりきらないぐらいの大きさをしています。実は昨年末にちょっとねこのヒキガエルに関する新しいねあの情報が更新されたので、ちょっと皆さんにお話ししたいなと思うんですけど、もともとねこのアズマヒキガエルっていうのはこっちのね日本ヒキガエルの亜種として知られていたんですが、まあ、詳しいね研究の結果、亜種ではなくて、まあ、別種の可能性が高いということで分類がね変わりまして、もう亜種からね普通の別種になりました。ちょっと暴れてきたから話すねそれではね今日はこのアズマヒキガエルにちょっと餌をねあげたいなと思います。今ねうちのカエル基本的にね与えてる人工飼料はこの2つになります。いわゆる練り餌とこっちのトカゲブレンドフードね、水でふやかして与えるタイプの餌なんですが、まあ、こればっかりでもね飽きちゃうと思うので今回違う餌を買ってきました。こちらです。ちょっと分かりづらいんだけど、生き餌の真空パックですね、海外のやつ。一応ねこの前イベントに行った時に売ってて買ったんですけど、左がフェニックスワーム、まあ、先ほど紹介したトカゲブレンドフードに配合されている昆虫ですね、まあ、主原料の昆虫がまあこれです、アメリカミズアブで、右側はこっちなんだろう、ミルワームみたいな感じかな。じゃまずタッパーを用意して、じゃまずねフェニックスワーム、アメリカミズアブですね、ハサミでパンと、よし、ちょっと開けてみましょう。あ、すごい潰されてる。ちょっと匂い嗅いでみますね。お、匂いはちょっとエビっぽいかな。めちゃくちゃ美味しそうな匂いではないんだけど、かすかにエビみたいな香りがします。ちょっと出してみますね。ちょっとなんかこんな感じなんだ、見た目キモいな。じゃあ続いてこっちのミルワームの方も開けてみます。まあ、ミルワームはね何回か買ったことあるんで匂いは知ってるんですけど、こう真空パックになるとどうなるんでしょうか。あ、開きました。よし、ちょっと嗅いでみます。え、なんだろう、全然嫌な匂いじゃない、なんか臭くない、どちらかというとなんか美味しそうなスナックみたいな香りがします。うわ、これ伝わらないの残念だな。めちゃくちゃ美味しそうな匂いする。まあ食べませんけどすごいね、なんかお菓子だったら食べちゃいそうな匂いがします。カエルにねおやつを与えるような感覚で、主食にはねおそらく向かないんでしょうけど、ちょっとしたお菓子感覚で、まあ、今日はねあげてみたいなと思います。いつもとね同じ餌だとかわいそうなんでね、たまには違った、ちょっと数も多いから、まあ、今回ヒキガエルだけじゃなくてね余ったら他の子にもあげようかなと思います。はい、じゃあまずはねアズマヒキガエルから与えていきます。じゃあまずはミルワームかね、大きくて、あ、早い、視認性が良さそうなのでこちらからどうぞ。ちょっとタイミングが合わないな。こうね食べた瞬間にピンセットを緩めなきゃいけないんですけど、あんまりね緩く持ってると落としちゃうし難しい。こう大きなヒキガエルはね姿勢が視界が高い位置にあるので、あんまこう下の方をね認識しづらいんで、まず目の前で高さをねこうやって出して見せてから下に誘導してあげる、視線を誘導してあげると食べてくれます。あとはほんと目の前にね黒いお皿でも置いて、餌のね視認性を上げてあげる。ほら認識した。で、あとは目の前に持ってってあげると食べるはず。
よいしょ、皿ごといきましたね今ね。はい、あー失敗した。ほら、よし、オッケー。一匹一匹与えてるとね、時間かかっちゃいそうだから、こう塊で見せてもいいかも。塊の方が一回でね食べられる量が増えるから、口に入っちゃえば食べるでしょう。ちょっとね、なんかこのフェニックスワームは見た目ちょっとキモいから、あんまテーブルに置きたくないな。ミルワームは慣れてるからいいんだけど、フェニックスワームはなんかちょっとウジ虫っぽくてやだ。はい、よし、いいですね。フェニックスワームはね、すごく栄養価が高いと言われていますから。はい、じゃあうちの日本ヒキガエルですね。よいしょ、まずはミルワーム。はい、ちょっとね、視界が悪い子なので、最初の餌を見つけるまでがね、お優しく食べるね。はい、よし、お米、危ない、ここに落っこっちゃった。下がりすぎだな、もうちょっと前来ていいよ。ちょっとこの子目悪くてね、なんか飛ばしちゃいそうだから、こうしよっか。そう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 、はい、いいね。よし、はい、こちらはヒキガエル水槽ですね。はい、緑ヒキガエルくんがもうね、いつもここで陣取ってる。あれ、どこ見てる。はい、今ミルワームを与えました。問題なく食べますね。やっぱね、その食べるね姿を見てると、みんなこうやってね、いつも陰にいるんですけど出てくるんですよね。こら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 、あ、石食べちゃった。吐き出したけど大丈夫、食べるかな。よし、はい、ここにも。よし、あの後ろの男の子を食べるかな。結構臆病だからね、食べなかったりするんだけど、まあ食べなければ反応ないね。うん、目閉じてる、いらないってことだ。はい、よいしょ。はい、プエ太郎ですね。プエ太郎どうぞ。お、いらない、違う、それは違うぞ、取られちゃう、下手だな。よし、みんな来た。はい、で、まあこうね、床材がゴロゴロしてる中で、こんなちっちゃいねフェニックスワーム与えようと思っても、こう与えるの難しいんで、そういう時はね、園芸用で売ってるこの鉢底ネットってやつですね、これを敷くことで、床材をね誤飲することなく、この上でね餌を与えることができます。はい、ちょっと数が多いからね、まとめてポンポンと置いといて、みんなにね食べてってもらう。はい、さあみんな来た。よし、あ、どこ行った。はい、右の子たちは
水場から今出てきましたね。はい。あ、食べた、よかったよかった。フェニックスワーム結構まとめて持ってったね、さっきの子。はい、フェニックスワーム。まだあるよ。よし。はい、どうぞ。さっきね、よく見たらね、このパッケージ裏ね、ミルワームじゃなくてスーパーワームって書いてありました。フェニックスワームとスーパーワーム。スーパーワームってね、何がスーパーなんでしょうか。よいしょ。はい、アメリカミズワーム。スーパーワームじゃなくてフェニックスワーム。喧嘩しない。はい、まあ喧嘩ではないんですけどね。よし、いい顔するね。ここで休んでいるクツワアメガエルにもスーパーワーム与えています。食べるかな。起きてはいるよね。おお、よし、このね、皮膚と皮膚が密着しているところは体色の変色が起きてなくて、もともとはああいう色なんですよね。今はね、擬態してグレーっぽくね、色が変わっています。はい、じゃあ沖縄シリケンイモリにも与えます。出てくるよ、ハラ。はい、ちょっと硬いかな。練り餌ばっかりね、この子に与えてるから。あ、隠れちゃった。ああやってね、餌をこうなんか地面に引きずるんですね。それ多分弱らせて食べるんでしょうね、本来は。はい、こんな感じでね、沖縄シリケンイモリはあそこを隠れ家にして暮らしています。